後輩夫は、新末民発の軍人、政治家、北洋軍閥直令派の有力指導者の一人である。字は小玉、雑貨商の家庭に生まれる。6歳から私塾で学び、14歳の時に、当州府の推営で学生兵となった。1896年に22歳で秀才となり、管理登用の道が開かれる。ところが翌年に事件に巻き込まれ秀才の資格を、 白奪、指名手配も受けてしまう。後は、北京に逃れ、駅舎として、生形を立てた。1898年に、上司制率いる Y 軍に入隊し、同年に海兵武備学堂に入学する。しかし1900年に、義和団の乱で、武備学堂が、機能停止となったため、復帰して法帯体官となる。1902年9月、直総督、下に転じ 固定陸軍促成学堂に入学、1904年1月に卒業した。その翌月に日露戦争が勃発すると、後輩布は北洋特連校所から日本軍と協力するための偵察隊に選抜された。この時、岡野増次郎と知り合っている。日露戦争後は、第11表第1英忠し隊幹、第1英艦隊と昇進する。1907年、 宋昆率いる第三鎮に従い、長春に駐屯した。この時、呉は総に徴用され、侵害革命勃発後に、総の推薦で、第三氷氷等に抜擢されている。1912年、遠征外が大総統となった後に軍が解組され、後配布は、第三司法兵第三団団長に任命された。1914年4月、 総根が上皇上有警備総司令に任命されて、竹州に駐屯することになると、呉は副官庁に任命されて、これに随従した。1915年、第六度々町に昇進する。同年12月、五国戦争が勃発すると、宗谷五が率いる第三子は、四川に向かい、埼津葉率いる五国軍と戦闘を繰り広げた。翌年6月に、縁が死去すると、 第三子は、補填に移駐している。これ以後、宗谷呉は、兵国省率いる、直霊派の一員として活動することになった。1917年7月、長君伏壁が起きると、呉は、長君討伐に参加した。1918年春、安岐派の国務総理団気髄が、湖南省に進軍してきた、五法軍迎撃を命令したため、五配布は、 第三種を率いて戦場に向かい、竹洋攻略で軍港を挙げた。ところが安ン派の長高市業が、実際にはろくに軍港がなかったにもかかわらず、コ南特軍に任命されたため、クレイや兵玉将ら直令派指揮官たちは、激しい不満を覚える。翌1919 19年4月、ゴラは、交尾を攻略したものの、その後は全く五方軍討伐に動かなかった。 まもなく54運動が勃発すると、クレは公然と学生運動を支持し、ベルサイユ条約調印反対を主張している。そして同年8月には団による南北武力統一路線への反対を公然と全国に向けて通知した。これら、反断機随、反暗記派の行動は、全国世論からも好評であったとされる。12月28日、評告省が死去したため、 以後の直令派では、宗根と子が主導権を握るようになっていった。後配布別へ5月、後配布は後尾から撤兵し、京官鉄道の沿線である定州補定官を掌握する。同年7月、クレは宗根と共に暗記派に対する事実上の宣戦布告を行い、暗直戦争が勃発した。この時、そう。 ゴらの直令派は法典派の張作林と連合していたこともあり、わずかの期間で直令派が首相、北京を掌握することになった。9月、僧が、自家路与純越氏に任ぜられると、後も同純越副氏となり、落葉に駐留している。1921年7月、直令派の古北特軍を占い元が、失勢により、古北自治運動を招き、 南方政府と連携した湖北自治軍により追放されてしまった。この時、クレは配下の昭洋南を派遣して湖北自治軍を撃破している。翌月、クレは両古巡越氏に昇進し、昭も湖北特軍に起用された。その一方でこの頃から、イギリス・アメリカと結ぶ直令派と日本と結ぶ法天派との間で主導権争いが激化していく。同年末、 張作林が支持する両氏以外直霊派の反対にもかかわらず国務総理に就任したため両派の対立は決定的となった。翌1922年1月、ご配布は針を売国奴と非難し、4月に両派の激突に至る。この時は呉率いる直霊派軍が盛況であり、各地で法天派軍も撃破、長を山海間の外へ駆逐した。 第一次、笹口家戦争での戦功により、ご配布は、直令派内で勢力を拡大、総根をしのぐ勢いを見せ始める。同年6月、クレは大相壮、女性賞を辞任に追い込んで、霊元広氏を公認に擁立するに至った。この際にクレは、陸軍総長に任命されたが8月には、辞任、涼子純越氏に留まっている。霊元広氏を擁立して、 国内統一を進めようとした、五だったが、大総統の地位を狙う層は、はじむの就任に不満を抱いた。このため、直霊派内において、ーらの固定派と五らの落葉派との対立が勃発することになる。1923年2月4日に始まった、労働組合、警官鉄道総工会の警官鉄道、前線ストライキに対して、五配布は軍隊を出動させ、 公願では労働者が多数死傷した。同年10月、総婚は、まかない戦により、大総党となり、同時にクれは、総の公認として、自家路ン純越氏に就任している。ご自身は、まかない戦に不満を抱いていたが、結局のところ総との決裂には至らずに終わる。他方で、ごは、洛陽を中心として、独自の勢力権確率を図り、 英米両国から借還を受けて軍の強化を進めた。この頃、日本からも岡野松次郎が五の顧問として起用されている。1924年9月、軍事改革により自軍の精鋭化を果たした長作林が再び直霊派に挑戦する。五配夫は総魂の要請に応じて北京に急行、内逆軍総司令として山海間で法天派軍を迎撃した。 しかし直令派の第三軍総司令、兵玉将が北京で兵変を観光、僧を逮捕、拘禁して北京を掌握してしまう。前後から挟み誘致されることになった後は会えなく敗走、湖北特軍、昭陽南の下へ逃れた。ところが、将もクレを引護しようとはせず、逆にクレやゲ野を遠極に促すありさまであった。追い込まれた後は1925年春にゲ野を宣言。 コ南特軍、超公敵の庇護を受けている。1925年10月、孫殿法が反法天派戦争を発動した木に乗じご配布も武漢の商用難に迎え入れられる形で、14章、内属、貫禄軍総司令を、自称、再起を果たした。和解翌月になると、北京において法天派と、兵玉を率いる国民軍との対立が発生したため、 呉は法典派と和解、内赤のためとして国民軍を標的に絞っている。法典派内で各省令のクーデターが失敗に終わった後の1926年1月、兵はゲイヤに追い込まれた。この気を捉えてご配布は北上を開始し、同年3月には河南城を奪回した。さらに進軍して各地で国民軍を月破派5月8日に、 北京入りし、北京永住司令に就任した。ところが、後が国民軍をさらに追撃したところ、協力症不在の国民軍は南口によって激しく、抗戦、これを駆逐することに時間と労力がかかってしまう。その隙をつく形で南方の国民革命軍が北伐で快進撃し、武漢に迫ってきた。国民革命軍に敗北1926年8月、 クレは、湖北省の南安市に急行し、なぎさし橋で国民革命軍を迎撃したが、大激戦の末に敗北してしまう。以後、劣勢を覆すことはできず、10月には拠点の武漢を奪われる。1927年5月、ついにクレは、ゲイアに追い込まれ、四川省へ逃走、同地の有力軍人である、陽森のリのを受けた。その後も、ご配布は、 中原大戦の機会など何度か再起を図ったが、いずれも失敗に終わっている。1932年1月からは、北平に空挙し、超学料の費護を受けた。晩年期のご配布1935年の下北自治運動の頃から、日本は、クレ新日政権の指導者として擁立しようと図る、動きを見せる。日本側からは、土井原賢治や岡野松次郎、中国側からは、 陳中府などが擁立工作に参与した。1939年1月30日、後輩府は和平休国宣言を発表するに至り、和平休国会連盟の構成員18名も同宣言に連署している。しかし、同宣言発表後の暮れは、日本側の意に沿った行動を取ることを望まず、新日政権への参加や新たな新日政権の樹立についても応じなかった。 1939年12月4日、品派遣軍総司令部府の河本義太郎が紹介した司会にかかり抜死した後配布は同日中に容体が急変、死去した。去年66。死因については日本軍などによる暗殺説も囁かれているが、真相は不明である。国民政府からは陸軍一級上昇を追贈された。ありがとうございます。